やっほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は NCT 入り散るですね。Two Bodies Choose って書いてあるのかな。はい、こちらは皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。なんかティザー結構ゴリゴリだったんだよね。どんな感じなのかちょっとまだ聞いてないので楽しみです。お願いします。あららららららら。ら。やば、いかつい集団。爪、どういうこと？ゆうたくん？爪すごかったよ。なんかさ、two bodies, two bodies, one porch。 なんか、ひっくり返してる？ porch。 ひっくり返してんね。はい、何？マクちゃん？アイズのとこかな？笑ったよね。このモーヴや、ここの立体感な。すごくない？ジェヒョンくん、すごくない？ジェヒョンくんのね、そういえば、ソロの楽曲も素晴らしかったんですけれども、彼ってああいうグルーヴ感がある方だったんですねっていう、ちょっと驚きがあったんですが、すごいね、このさ、髪の毛ピカピカなジェヒョンくん。タタタタン、タクタタンって、この気持ちいい発音がわかりますかね？これ、すごくこう気持ちいいですね。この舌のアタックで口の中ぶん殴ってる感じ最高ですね。あら、あら、ジャニーさん。ジャニーさん、やだ。ちょっとね、声は落ち着いてるんですけどね、ビジュアルが落ち着いてないですね、これね。ヌーブーズ。結構こう低いところでね、深いところで歌っていくんですけど。からの。で、やっぱちょっとヘチャな。やっぱヘチャンくんの、このジャニーさんの深さ、低さからの、このヘチャンくんっていうね、こういう高低差使ってくるのうまいよね、K-POP 本当に。やっちー、めっちゃビブラートかかってるね。このさ、モーすぶとこかな？モーの母音の移動のさせ方がすごく立体的なんだよね。すごい揺れてるけど、どうする？ドヨン君。Oh my gosh！ ちょっとこの流れ最高だよ。ドヨンくんのところでまずすごく美しいんですよね、彼の歌声がね。あっち、こう抜きのニュアンスとかも割と出てくる。結構高いところでここは歌ってますね。ネサルナルウィアン、なんかさ、ずっと震えてるっていうかさ、ずっとなんかどっかしらビブラートかかってるみたいな、このテイルくんのこの歌声。なんかこういう感じ、裏返しましたね、これね。で、ちょっとここのゆうたくんがゲーセン。ゲーセンぞ。なんかさ、ノイジー、ノイジー。めちゃくちゃこのノイズが乗ったかっこよい音で歌われるんですよね。わー。ねえ、どうする？これ、え、なに、こ、え？車、外側だけなの？フレームだけ？フレームっていうのかな？すごいね。あいご、クマさんをめでるテヨンくん。なんかさ、ちょっとこう、くぐもっ
った加工感のある音みたいなのを使ってるよね。これ本人たちの声がそうとかじゃなくて、シンプルに声を加工して、なんていうのかな、ちょっとラジオから漏れてくるような音みたいなさ。こういうの使いますよね、めっちゃ。NCT って。なんか音割れの一歩前ぐらいみたいなさ、そういう感じの音使ってくるのは、これは何なの？これはやっぱこう NCT の音みたいなところあるのかな？あ、オーマイガー。ちょっとさ、面白いわ、やっぱ。マクちゃんは、音が面白い。で、ジェヨンくんなんかひたすらいかつい。なんかさ、ベイビー聞いたみんな。ちょっとベイビーめっちゃねちっこかったんだよね。いいね。B が。ラジコやー。結構緩いんだよね、歌い方もね、ここら辺。結構言葉数は詰まってるけど。K のシーンが気持ちいいんだ。マジで。マクちゃん、K のシーン気持ちいいし、この、なんか、ワーオみたいな、ここ、ワーオって言ってる時の、ワーオ。なんかこの口の中、口腔内を目いっぱいこう、広げて使っているというか、空間を維持しようと外側にクッとこう、力がかかるような、なんかそんな感じのニュアンスに聞こえるんだよね。チクリア、ここ、K のシーンそんなに出てきてないはずなんだけど、二つぐらいしかないよね。2個、そうだよね。なんでこんなにポコポコ聞こえるんだろうね。面白いね。Oh my god。 何、誰なの彼は。一人だけ杖持ってるんですけど、なんか先端に目玉かなんかついてる。すごいね。Get your feel。 なんか音の作り方めっちゃ面白い。え、車動いてる、歩いてる。ジャニーさん、ジャニーさんかっこよ。バッバイル。ゆうたくん、ゆうたくん、あの、聞きましたよ、私。あの、ラルクアンシエル、めちゃくちゃ歌うめ、やべえ。結構低いところにずっといるんですね、今回はね。封印されてるね、歌声ね。うん。へちゃなぁ。プーラナンプニャ。結構このプー、ここでビブラとかかってきますね。すごい。すごい。なんか NCT って感じすごいする。これがネオカルってやつですか？え？ワンポーチ。二回目の方が音程が上がるのね。お顔が、あら、イケメン。ねえ、すごい色だね。色がすごい。ずっとテカテカしてる。もう、忙しいね、これ。このテヨンくん超可愛いんだけど。いるし。ちょっと待って、ジェヒョン君。色っぽすぎませんか、今回。歌声もそうだけど。ここのジョン君もめちゃくちゃこう綺麗な鳴りが聞こえてくるね、音がね。このでもね、ジェヒョン君のね、この、なんだろう、ウィスパーな。色っぽいよね、これ。どうする、みんな、どうする？っていうと結構鳴りの強いとか、綺麗に音が鳴ってるのがジョンくんだよね。あらららららら、トゥーダムーン。めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗なパート。ってこう、あ、ちょ
ちょっと絞るようなと声帯がぐっと閉じてミリミリミリっていうエッジの音がねすごく聞こえてくるね。でそこからのトゥーダムーンってすごく綺麗な美しい音、そしてなんかこの杖スターウォーズかなっていう、なんかそういう感じ。ごめんなさい、音がねムーンこうすごくこうポルタメントですね、すごく柔らかく別の音にこう移行していくっていうこの美しさなんですよね。へちゃんくん柔らかさも持ち合わせちゃってるんですよ彼は。すごい揺れてるけど、ね、ちょっと待って、まず最初かな？少しね、なんだろう、漏らしたくないのに息が漏れてる、みたいな、そういう感じのニュアンスを多分ね、メイキングというか、ちゃんと作ってると思うんですよね、これね。やべえ、コントロールしにくいみたいな、この、うわ、やべえっていう感じを、この声で。この声帯が、ダンララ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 ってしっかり鳴ってたらさ、めちゃくちゃコントロールできてるっぽいんだけど、この、あえて息漏れをさせることで、この不安定感っていうのを出しつつ、プラスアルファビブラートを加えることで、それをもうなんか完璧に表現してるっていう。なんかここね、めっちゃ揺れてるやんって思うけど、それを感じさせる、まず声っていうところが、このコントロール力がちょっとすごいね。レの音ですね。D5。Oh my gosh。強いな。超綺麗。ピカピカしてる。ピカピカしてる。ちょっと待って、歯もピカピカしてる？あら。デイル君は、ちょっと待って、すごいね、ここ。なんか塗ってるのかな？どうやってやるんだろう、これ。塗ってるよね。すごいね。ここ誰？ゆうたくん？ジャニーさん？テヨンくん？これ誰？これ。マクちゃん？マクちゃん、ちょっと違うな、体型が。なんか、誰だろう？ジョンくん？ジョンくっぽい。ジョンくっぽい。違う？このさ、ちょっといい？この、テイル君のさ、この、Why don't we just drive away? ってこの、ウェイの、ビブラートの強さ。これなんか語尾でもなんかやってた？なんかこんな感じなのかな？別の人がやってんのかな？誰だろう？ちょっとごめんなさい。ここら辺ちょっとはっきりわかんないんだけど、なんかテイル君の語尾が、ここに繋がっている気がしたんですけど、どうでしょうか？なんか言ってるな、後ろの方でね。はいはいはい、これ多分ジャニーさんかな。車が飛んでる。ネオンがすごいね。ネオンが。もう、これ。これよ。やばいね。ゆうたくんは、ゆうたくんセンター力ありすぎてやばいね。破壊力。やったなんかこの二人めっちゃ可愛いな、これ。立体的。あら、やだー。ちょっとジェヒョンくんかな？今回は。ジェヒョンくんなのかな？すごいね。すごい、マジで。
のトゥーバディトゥーバディってこのわかりますかね、このちょっと後ろに引っ張られちゃう感じとか最高で、そしてピカピカなんですね彼はね、今回ずっとピカピカしとる。ワンポーチ、いいかちょい、車飛んでる、すごいね、すごいいかついね、なんかなんだろう、蛍光の車が目の前を走り去ってったみたいな気持ちです今なんだったの今のはみたいな、そういう気持ちにさせますね NCT さん、すごいな、もうゴリゴリな感じですね、ちょっとテイル君美女いいんだよな、めっちゃやばい。で、まあ、とりわけ今回ちょっとジェヒョン君がどうしたのっていう、ジェヒョン君ヌンヌンの色気と彼のねこのグルーヴ感めちゃくちゃかっこいいんだよな、あの一人でねあのソロで歌ってるやつも本当にあの素晴らしかったので、ぜひまだの方はねちょっと聞いてみてほしいんですが、素晴らしいいい声されてるな、なんかあんまり今までなんか歌みたいなそういうすごいこう強いイメージがあったかって言われるとそんなことなかったので、それで言うとちょっと完全に私の耳をぶっ飛ばしてきてるなっていう感じがね最近するんですよね、ジェヒョン君やばいです。はい、ということで今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。あの公式の方のチャンネルもね下の方貼っておりますので、概要欄の方からぜひぜひ飛んでいただけたらと思います。ということで今日はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。